スーパーラットは、クマネズミやドブネズミの中で、殺素剤などの毒物に対する耐性を持つネズミ。日本では1984年、日本放送協会のテレビ番組、クローズアップにて取り上げられた、サイの故障に基づく。怒り消毒技術研究所所長の谷川チカラによると、これは NHK のディレクターによって名付けられたとされる。APB 班が、 著書ラッツマイスにて取り上げており、スーパーラットあるいはスーパーマウスという言葉について、殺素材として利用されているワルファリンに抵抗力を持つネズミを刺す用語として1950年代から用いられたことに触れている。日本では1970年代から東京都の都心部でクマネズミによる獣害の被害報告が上がっており、1990年代からは 住宅街でも被害が出るようになった。NHK のディレクターが怒り消毒への取材の中で殺素材を継続して与えても生き続けているクマネズミの存在を知り、もともと企画していたレプトスピラ症の番組から切り替えた際に視聴者にとってわかりやすいように命名された。2013年にはやべがスーパーラットを元の定義に加えて巨大ネズミを加えようとする動きがあることを指摘し、 拡大解釈だと批判している。ありがとうございます。